月と海の狭間に揺れる人なき古城、久方ぶりの未開遺跡発見に教会の期待は高かったのですが、これといったお宝は発見されず、なお調査の結果、この古城そのものがギフトであることが判明しております。一番美しい姿のままギフトとして永遠を約束される。人工的なギフト化の手段が発見されれば、文化遺産の保護法としてこれ以上のものはなさそうですね。
Thank you.
城の中に逃げるぞ。
俺の風止まれ。Thank you.
Thank you.
衣装は登れすぎ。お宝なんか。これは忠告だ。あまり俺を。さすがにも。逃げて死ぬくらいだったら、それが男ってもの。私、男でも戦士でもないんだけど。人ってのは生まれた時から常に何かと戦い続け、負けた奴は心を殺していかと言って、敵とは向き合え。なあ、今のお前らなら誰だ。小細工が通用するような相手でも。私は。俺はお前がやるって言うなら腹をくくるぜ。そうこらちゃん、一緒に張り込もうぜ。俺は一切の小細工なんかしていいから、パワーパワーってなぜだかわかるか。安易な逃げるのに、故に人は。そんな男には殴られるのに。
やばくない？勝ちだっつってんだよ。これで負けを認めなきゃ。うん。俺もまだまだ未熟。それにしても俺だよ、赤ん坊の頃よく遊ん。なんだよ。ま、俺は早々に。しかしよ。お前に惹かれる理由がガキの頃、俺も全身に毛が生えそうって手引き込んで探してみたら、なあ、だがよ、ほんの少しだが、お前にお前を超えることで、ずっと抱え込んできた心のガングリオンが取れる気がするぜ。こんな綺麗なイヤリング。
切りました。Okay.